夜25時を回りました。オールナイトレキオスアイリスモンドのハイサイユイユイユイマール始まります。今夜も始まりました、オールナイトレキオスアイリスモンドのハイサイユイユイユイマール。今回もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。メインパーソナリティのくるみスカイウォーカーとサブパーソナリティのスーパーサッタンでお送りいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、アイリスモンドとは東京の2人組バンドで、ボーカルのくるみスカイウォーカーとギターのスーパーサッタンで2人で活動しております。東京のバンドなんですけれども、はい、ご縁があって FM 那覇でラジオをやらせていただいております。はい、今回2回目。2回目です。はい、2夜目、あの夜、2夜目。はい、はい、今回は2夜目になっております。はい、そしてアイリスモンドはね、あのバンドなんですけれども、バンドといえばやっぱ曲をね作って、そうですね、うん、ライブで披露するっていうのがまあ普通なんですけど、はい、まあ、そこで私たちはですね、今回9月の20日に新曲をねリリースさせていただきました。イエイ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 マルイマルこういう挟み方でいいのかなユイマールの挟み方、はい、はい、ちょっとじゃあそんな感じで、はい、曲はね、会いたい愛憎ラブソングっていう曲をリリースさせていただいたんですよ。これはまたタイトルが結構突っ込まれることが多くないですか。多いですね。会いたい、会いたいっていう漢字が相対とも読むんですよね。そう、相対じゃないんだってまずあのファンの方に言われました。はい、はい、これは愛で踏んでおります。会いたい愛憎、はい、アイリスモンドということで、はい、踏んでおる、おるのでおるゆえ、踏んでおるゆえゆえに、じゃあタイトルのなんか由来とかから話します。そうですね、はい、まあ、会いたい愛憎ってつけたのは、まあ、愛憎、愛と憎しみ、うんうん、もうその通りですよね。歌詞はねすごく、いや愛しているからこそゆえに憎い感情ってあるじゃないですか、はい、それをこう前面にさらけ出し、うん、もうすごく攻撃性のある、会いたいっていうのは2人だけとか2人同士みたいな意味なんですけど、うんうん、まあそこのなんだろうね、君と僕の間で発生する、はい、愛や憎しみなどを描いております。うん、おわおわおわ、びっくりしちゃった。急に思い出してしまいました。深夜に、はい、すいません。わ、どんな曲なのかっていう、やっぱタイトルでなんか曲ってなんか連想させるものがあるけど、はい、そうですよね。そう、すごい想像かきたてますよね。想像かきたてますね。そうです。もうラブソングって、うん、まさか自分がラブソングを書くと思ってなかったんですけど、ラブソングが書けない人なので、うんうんうん、だから最初はラブ、僕はラブソングが書けないとか、なんかそういうタイトルにね、はいはい、しようとしてたんですよね。してたね。そうそうそう、うん、それでそれが、まあでもそれじゃなんかつまんないねってなって、うんうん、アイリスモンドっぽさっていうのね、会いたい愛憎ラブソングにはすごくこう漢字とカタカナの組み合わせ、うん、しかもラブソングって全然ラブソングじゃないですよ。バラードでもないしラブソングでもないのにラブソングってつけてるっていう、ね、そうですね。ラブソングってこうなんだろう、名乗って、私ラブソングですよって名乗る曲は、はいはい、多分アイリスモンド上で初めてだよね。初めてです。私ラブソングですよって名乗る曲。そう、はい、そうですね。命あるから。そうですね、命、曲は子供たちですからね、はい、子供たちですから、はい、ラブソングちゃん、ラブソングちゃん、はい、会いたい愛憎ラブソングちゃん、ラブソングでは全然ないんですけど、うんうんうん、でなんかテンポも速いよね。そうですね、テンポも速くてね、はい、全然、まあ、世の中っていうラブソング、まあ、曲の歌詞にも出てくるんですけど、全人類向けのラブソング、そんなのが書きたいわけじゃないっていう歌詞は、まあ、そっから、はい、もう絶対にラブソングのテンポじゃないし、絶対ラブソングのメロディーじゃないんですよ。そう、それはあのアイリスモンドなりのラブソングっていうのを表現したくて、うん、まあ、そういう感じ、はい、にして
おりま す, おりますこんだけね、うん、話したら聞きたくなってくるんでしょうけれど も, も ま, だまだ聞かせませんまだ聞かせま せ, ん、ま、かせません、はい、なんか話させてくださいよ話させてください、はい、ぜひじゃギターについて、ね、ギターですね、はいはい、そうですねギターもやっぱイントロからちょっと毒のある感じというか、うん、そのオクターバーっていうエフェクターを使ってる、うんうん、エフェクターってね音を変える機械があるんですけど、うん、ギタリストベーシスト大好きな機械があるんですけど、うん、あれをそのオクターブ下の音とオクターブ上の音を同時に出す音が、うん、機械があって、うんうん、でそれでちょっとなんか毒っぽさというか、うんうんうん、多分あれが単音だけのフレーズだったらなんかまああるよねみたいな感じをちょっと下の太い音も足すことによってちょっと憎しみ込めた、うん、憎しみ込めた憎しみ込めた、はいはいはい、音が太くなりますもんね、はい、オクターバー使うとね、うん、そうなんですだからちょっと そういう部分にもなんか毒を混ぜ込ん で、ねはい、でイントロがこう2つあるみたいな感じなんですよねはいはいはい、はい、そうですね、はいはい、最初にまあイントロ1位みたいなのがあってわどんな曲くんだろうでドラムのドバンで2個目のイントロにねそういうそうきましたかそうきましたかそうきましたかそうあの2回ね感じさせたくて2個イントロを作ったみたいな感じですね、いいですね、はい、結構歌詞ともねリンクしてますよね、うん、ギターがねその憎しみの部分だったりとか、はい、愛憎の憎の部分ですね憎うまく憎、はい、の部分をできたかなって、はい、優しくないこんなに優しくないラブソングは、うん、なかなかないねないですねないしなんかその最後自分ギターポイントで最後気に入ってるのが、はい、その最後のねギターがタタタタタタタってそのこうちょっとずつ上がっていくの、はい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 、あれってなんか心のぐちゃぐちゃみたいなのをちょっと表現してて、はいはいはい、なるほどねそうあんまりリズムに合わせてない、ねはいはい、なるほどわざとねわざとすごいっすねです音で表現してくるちまりいましたくるち音でくるちってなんだと思ってくるちまいましたくるちまいましたはいそしてねジャケットもね結構こだわってまして、はい、そうなんですじゃあ、ね、山本のりさんという方に書いていただいて、はい、これはすごく私が注文を出したんですけど、うんはい、この男の子と女の子っていう設定なんですけど、はい、やっぱこの女の子が異形な目が2つあったりとか、うん、角が生えてたりとか、人間じゃないね、そう人間じゃないものを描いてほしいっていうリクエストして、うんうんうん、それぐらい理解のできない生き物、はい、君と僕はっていうのを表現したくて、はいまあ、人間っぽくないものをね表現してるんですよね、うん、こっちもそうなんですけど、はい、お互い分かり合えない生き物っていう観点でこうちょっと描いていただいて、うん、すごくね派手でねキラキラしてて、うちらのねあの曲の音もねすごく、うん、派手で、目を引くよね、そう本当に結構ねリンクして、うん、このぴったりだよね、そうそうね足もね、足もこの人間じゃない感っていうのね、うん、わざと出していただいております、はい、のでぜひあの配信の方でもねあのジャケット出てきますので、うん、よかったら見ていただければと思います、はい、思います思います、ちょっといろんなね、いろんななんかそうラジオだとね見れないんですけど、うん、あのぜひこのそうですね、うん、あの調べていただいて、そう配信とかにもありますので、はい、ジャケット見てください、はい、見てください、すいません、ちゃんとジャケットはちゃんとできなくてね、そうですね、音で説明、確かにジャケットの雰囲気をこう口で伝えるって、ね、難しいですね、赤、はい、赤っぽくてね、赤でハートがねキラキラ散りばめられてて、ラブソングにねなぞらえてね、きっとハートをねたくさん散りばめていただいて、うん、あとジャケットを人に依頼するっていうのがこのうちら2人になってから初めてで、はい、そう、それまでは自分たちで作ってたんですけど、うんうんうん、やっぱ人の手が加わるとより一層なんだろう、パワーを増すというか、そうだね、やっぱり、はい、人数いる方が有利だしね、うん、何事も2人なので基本が、そうね、こういうのね嬉しいですよね、なんか仲間が増えたようで嬉しいですよね、はい、うん、今後ねなんかあののりさんジャケット描いてもらいたいよね、はいはい、ぜひぜひぜひ、はい、このシリーズでね、うん、のりさんの絵柄シリーズで、そろそろ聞かす？そろそろ聞かす？そろそろ聞かしますか？はい、そうですね。そうですね。せっかくラジオだしね、はい。こんだけ言葉で説明されたら早く聞かせろよって多分なってるからね。もうみんな
うずうず、うずうず、もうタクシーの運転手さんも深夜のね FM那覇をね聞いてるね、はい、皆さんも深夜にしたらびっくりしちゃうかもしれないね。びっくりしちゃうかもしれない。目が覚めるかも。目が覚めちゃうね、はい、まあ良いのではないでしょうか。いいのかもしれないです。はい、入りもさ、ね、ドンみたいな感じで入りが、曲の入りが心臓に来る感じでってなるので、はっはっとなりますので、はい、それでは聞いていただきましょうか。聞いていただきましょう。そろそろ、はい、噛みました、はい、聞いていただきましょう。アイリスモンドで会いたい愛憎ラブソング、どうぞ。レキオスアイリスモンドのハイサイユイユイユイマール、はい、ありがとうございました。アイリスモンドで会いたい愛憎ラブソングでした。聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。さっきね説明がたくさんあったと思うんですけど、はい、その説明を感じながら聞いていただけたのではないでしょうか。ないでしょうか。そしてこちらはねどこで聞けるかと言いますと、各種配信サイトで全て配信されております。 Apple Music、 Spotify、 iTunes Store、 YouTube Music、 Amazon Music、 KKBOX、 レコチョク、 Deezer、 アワ、 LINE Music、全てありますね。全てですね、はい、全て網羅しております、
ああ自分 Spotify なんだよねとかって言われても大丈夫です、うん、大丈夫です、あります、あります。であれですよね、プレイリストもたくさん入れていただいて、はい、現在ね Apple Music と YouTube Music、 KKBOX、 Deezer、 Our各種サイトでプレイリストにもね入れていただいてありがたい限りです。ありがとうございます。もう配信してからすごくね、回ってますよね。そうですね、再生していただいて、はい、はい、プレイリストに入るってことはその人が日々聴く音楽の中に取り入れてもらえてるってことですもんね。おすすめのね音楽として出していただいてるっていうことなんで、いや嬉しいですよね、はい、本当我らの子供たちがこうやって旅立っていくのが毎回毎回本当に嬉しい限りなんです。ぜひ会いたい愛情ラブソング皆さんも聴いてみてください、はい、よろしくお願いします。そして9月もそろそろ終わりに、はい、そし第5週目ですもんね、5週目の金曜日、うん、あともう3日、はい、3日もないね、2日ですね、2日です、ね、はい、はい、10月、9月も終わりますが、はい、10月もライブが盛りだくさんのアイリスモンドなんですけど、はい、ちょっとライブのね情報をね紹介させてください。はい、はい、日付から言っていきますね。10月1日、もう10月の1日からですよ。うわすごいですね。10月1日から1日から仙台メガロックス出させていただきます。嬉しい。メガロックスって、メガロックスね、はい、そうこの間調べて、はい、結構な歴史のある長い間、うん、何年やってんだ、結構な、ね、間にやってんですよ、はい、へえ、ね、調べて、自分が仙台出身なんですけど、はいはい、知らなくて自分は、はい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 、そうそうそう、すごいね、2004年なんで今年で9年目、来年10年目のイベントに、まあ、コロナ期間はねやってない期間ももちろんあったんですけど、うん、20年と21年がなかったの、はい、そうそう、すごいね、すごいですよね、それでも10年続く、うん、本当にそんな歴史のあるでかいイベントに、はい、仙台はね、はい、あのギタースーパーソカの故郷ふるさと、はい、だから凱旋ライブ、その嬉しいですね、そう、うん、戻ってくるのがメガロックスっていうのが結構嬉しい。かっこいいですよね。かっこいい、東京に旅立ってっいいメガロックスで帰ってくるってめちゃくちゃかっこいい、はい、めちゃくちゃかっこいい。いやもうパンパンの会場で、はい、ね、埋め尽くしたいですね。埋め尽くすつもりです、はい、もちろんそうですし、あとさっき流した、はい、会いたい愛憎ラブソング、はい、初披露を、初披露です、ね、メガロックスで行います。なぜか東京のバンドなのに仙台で初披露っていう、ね、はい、ぜひね、あのこれをね聞いていただいてる沖縄の方も、沖縄の方も仙台ってどこって感じで、宮城県、ね、宮城県仙台市ですね。結構自分疑問なんですけど、うんうん、沖縄の方ってその例えば旅行とか行くとき、うんうん、東京行くのかなっていうのはあるんだけど、うん、宮城県って行くのかなってすごい、宮城県行かないだろ行かないか行くんだったら北海道だよ ね、 ね、ああ確かに東北、ね、東北地方に逆に行くみたいな、うん、そうですね、もし宮城県に旅行でよく行くよみたいな方が、珍しい方がかなり、ね、お便り、はい、このインフォ、インフォアットマークアイリスモンドドット東京、はい、こちらにお知らせください、メールをしていただければ、自分、はい、沖縄県民ですが、はい、仙台に旅行に行きますという、いる？いるのかな、そういう珍しい方がいたら、ね、はい、珍しくない方でも全員お便り待ってますので、はい、待っております、はい、ぜひぜひどしどしお送りくださいませ、はい、そして凱旋ライブの次、10月1日の凱旋ライブの次は、はい、もうね次が10月3日です。うわ近いですね、はい、戻りまして、はい、東京戻りまして渋谷ロフトヘブンですね、はい、レキオスナイト東京編ってことで、そうですね、これは沖縄の、そう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 、はい、イベントなんですよ。沖縄でもやってるレキオスナイトっていうイベントで、はい、で東京編ですね、 そちらの東京編に出させていただいております、はい、私たちなんでこんなに沖縄に関連してるかっていうと、はい、沖縄めっちゃ好きなんですよ。沖縄が大好きな東京のバンド、ただ沖縄めっちゃ好き、別に身内が沖縄に住んでるとかないし、ね、ないんですよね、何も関わり、ただただ好きでやってる、はい、ゆいゆいゆいまるという名をつけて、そう、沖縄が一番好きな東京人、うん、そうですね、そうですね、はい、内な、内なじゃない、はい、なんていうの、ナイチャ、ナイチャーの、ナイチャーの、はい、ナイチャーです、そうです、ナイチャーバンド
泣いちゃうバンドっていうわかんないけどね、はい、そう沖縄がただただ大好きってだけでやってますので、はい、ぜひあの沖縄の、ね、こともね知らなくて、うん、あんまりだから今勉強中で絶賛ゆいまーるっていう名前も、はい、そのゆいまーるという、うん、あのこうなんか助け合いみたいなね、はいはいはい、そう助け合いみたいなね、うん、はい、精神でやっていけたらと思いますので、はい、ぜひあのこの沖縄の方々もね、はい、こちらに沖縄のことを教えてください、はい、沖縄ってこういう文化があるんですよとか、うん、なんかこういう言い方するんですよとかなんかありましたらぜひ、あとそうだこのレキオスナイト、はい、配信もやってるので、はい、そうですね、沖縄の方も見れますぜひ配信ライブもね、はい、結構安いんですよ、配信チケット1000円なんですよ、1000円とかなんで、そうそう、はい、あのこれはねあの FM 那覇聞いていただいてる沖縄の方、はい、ぜひ興味があったら、はい、1000円で配信チケットを買っていただければ、はい、あ、なるほど、レキオスナイトはそうですね、FM 那覇のイベントなん で, イベントなんでやっぱ一番その10月のイベントたくさんある中でもやっぱ推していきたいイベントになっております、はい、ぜひね皆さん配信チケットで買っていただけたら、はい、見れます、はい、見れますので、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、あとねすごくいっぱいあるんですよ、まだライブがちょっとまだ3日まだ3日なのにこのボリューム感、はい、よし、次はね10月9日、はい、大阪南ホイールですね、こちらももう大阪で、はい、あの関西で一番大きいサーキットフェスなんじゃないですか、南ホイールって。そうですし、さっきのメガロックスといい南ホイールといい、はい、どちらもラジオ局の主催のイベントになってるんですよね、うんうん、そう素晴らしいです、だから嬉しいです、こうやってラジオもやらせてもらえて、はい、ラジオ局の、ね、主催に、ね、イベントにも出させてもらっ て, て, らってありがたい、ありがたい、そして10月11日、はい、下北沢のシェルター、はい、こちらはですね会いたい愛憎ラブソングのリリースイベントですよね、はい、エコ発になっております、エコ発イベントです、はい、エコ発イベントになっております、はい、あのアリスモンドが全力を注いだ、はい、10月11日にこう力を注いでますよね、うん、すごくね注いでますね、結構一大イベントなんでちょっと配信はないんですけれども、はい、そうなんです、はい、会いたい愛憎ラブソングをぜひ東京の方や東京近郊の方いらっしゃいましたら、はい、下北沢シェルターに生で聞きに来てください、ぜひぜひ会いたい愛憎ラブソング生で聞いていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします、お願いします、そして10月17日こちらの下北沢ですね、はい、クラブ Q、こちらはアコースティックイベントになってまして、はい、アイリスモンドアコースティックでもできるんですよ、そうなんです、はい、ちょっと珍しいんですけどアコースティックギターの2つでね、はい、かなりもう久しぶりだよね、かなり久しぶりですね、うん、そんなものがありまして、はい、次が10月の19日、渋谷のね、はい、マルコムというライブハウスで、はい、アイリスモンドのツーマンショーですね、はい、快進撃バッテリーというね毎月行っているアイリスモンドの定期の企画がございます、はい、のでこれボリューム9で、ボリューム、そうですね、はい、はい、こちらのゲストの方がなんと、はい、アクアタイムズのベースの、はい、OKP スターさんがソロでやっているトライルというプロジェクト、なるほど、おお、すごいですね、豪華です、ね、アクアタイムズは、はい、もう自分が小学校6年生の時に大好きで初めてライブを見たバンド、うん、で初めてそのライブを見て、はい、OKP スターさんが投げたタオルが自分のところに、うんうん、すごい、そうやってきてすごいです、ね、キャッチしたんですよ、すごい、そう、それもあるんですか今、あのね実家ですぐおばあちゃんに洗濯されちゃってないんですよ、ないんですか洗濯されてないってどういうことなんですか、ないんですよ、そう、洗濯されて雑巾にされちゃったの、あらすいません、それが大丈夫ですか、あのでもそれはご本人にもお話しそう伝えました、伝え済み、どういう反応されてました、なんか笑ってましたね、笑しかないよね、もう笑しか怒れないしね、そう、そんな、はい、思い出のアクアタイムズね、あのやっと同じ空の下で笑えるねですよね、はい、はい、皆さんも聞いたことあると思います、はい、沖縄の皆さんも知ってるような大きな、はい、バンドなの で, なのでぜひこちらもね、はい、10月19日もよろしくお願いします、お願いします、そして、はい、駆け足でいきますね、はい、10月22日下北沢ミツバチロックサーキット、こちらもサーキットフェス、10月は3本サーキットフェス出させていただくということで、もう人気バンドのようで、まあ、人気バンドなんですけれども、はい、忙しいですね、忙しいですね、嬉しいですね、はい、ここまで呼んでいただいて、はい、こちらもね、はい、下北沢毎年出させていただいてる、そうだね、毎年出させてもらってます、はい、ぜひよろしくお願いします、お願いします、そしてもうこれを言うために
この番組やってるようなもんです。来たる10月28、29、沖縄那覇は海の空公園、波の上海の空公園特設ステージで、はい、那覇ビーチリゾート幻フェス2023年 in 沖縄出させていただきます。沖縄来ますよ。行きます。すごいですね。はい、はい、波の上、え、海空、海空、海空公園、海空公園、はい、こんなにラジオで沖縄じゃない地方のライブの宣伝をして、やっと最後沖縄に、そう、もうこれのためにやった伏線ですよね、はい、伏線ですよ、来るんですよ、はい、10月の28日も29日も2日間出させていただきますので、はいはい、ぜひ現地のね、はいはい、沖縄の方々にもたくさん遊びに、波の上、ね、海空公園ってね、うん、結構有名 なんか 那覇にあるね、一番近い那覇空港からね一番近いビーチですの です、ね、はい、ぜひぜひぜひ、はい、沖縄の方ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いしま す。ということで、はい、はい、10月のライブ情報は以上になります。なります、はい、そして次の曲、はい、迷信してるタイプ聴いてもらいましょうか、はい、次のアイリスモンドの曲を聴いていただきます。それではアイリスモンドで迷信してるタイプ。レキオスアイリスモンドのハイサイユイユイユイマール。
信ステレオタイプ聞いていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、さっきもねちょっとお話ししたんですけど、10月28日に私たち沖縄行くじゃないですか。はい、幻ねフェス、幻フェスのことについてちょっとお話ししようかなって思ってます。はい、こちらね、幻フェスの主催者がなんとオールナイトレキオスの2週目グッドカリーサビラをやってる赤嶺シェフが主催なんですよ。お身内のイベントでじゃないですけどまあ近いね方が ね, そ う, だねやってる。うちらがもともと出させてもらってたグッドカリーサビラ、ね、そうもともとグッドカリーサビラ出させていただいて、うん、独立しました。そう独立したんですけど、はい、はい、でなんとねチケットがね2000円なんですよ。やばいよね。サーキットフェスで2000円ってなかなかないと思います。東京だとないね。東京だと絶対ないです、はい、安すぎ。安すぎますね、うん、だいたい5000円とかね、うん、それぐらい6000円、5、6000円しますね、うん、東京でサーキットフェスになると、うん、なのですごく安いしね、はい、しかも配信もあるよね。そう配信もあります、はい、配信チケットもなんと2000円で、はい、だから長の人は2000円買って、うん、ビーチ来ればいいし、東京の人はね、うん、東京だったり沖縄じゃない方だったら、はい、配信チケットでもね見れます、うん、でこのね結構すごい量が出るんですよ。すごい量すごい数のアーティストが戦車がね、うん出るんですけど、この出演者の数を2000円で配信で見れる、2000円で生で見れるっていうのはなかなかすごい、はい、ビーチで、はい、儲かることを考えてないですね。ありがたいです。本当にありがとうございます。ただただ純粋に音楽をみんなに聴いてほしいっていう価格設定に、ね、なってると思いますので、ぜひ遊びに来てください。はい、あと投資券もあります。2日間投資券が3500円かな。2日間やるんですね。そう、しかもタオル付きっていうのもあって、はい、限定タオル付きっていうのも5000円。おー安いよね。タオル付いてさ、ね、2日間も行けてさ。そうだね、5000円はすごいお買い得です。お買い得です。皆さんにそれだけ身近にね音楽を感じてほしいっていうね、うん、価格設定かと思いますので、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、ほんで詳細出演者ですね。はい、私たちは何度か沖縄が好きすぎて、うんうん、沖縄に何度かねお世話になってるんですけど、はい、その時にお世話になったね、うん、宮古島出身のヤースの兄貴が、ヤースの兄貴ですね。ヤースの兄貴があの有名な、はい、あの有名な宮古島の観光大使の宮古島の、はい、あのイケメンのあとか言っていいですか。すいません、ヤースさんも、はい、あれですね、あの沖縄のラジオね、ラジオね、はい、オカルトチャンプル、はい、第4週のねオカルトチャンプルに、はい、オールナイトレキオスの4週目のオカルトチャンプル出てますね、はい、っていう、そう、あのイケメンの言葉詰まったらイケメンのっていうのやめバレちまうよ。お世辞じゃないです。お世辞じゃないですよね。もうあのイケメンの、はい、はい、あと喜納昇吉さんの沖縄で言うね、もうレジェンドですよ。レジェンドです、はい、もう知らない人はいない。いないですね。いないですね、はい、あの有名な沖縄の曲はほとんど、ほとんど喜納昇吉さんが、はいはい、作っていらっしゃる。いらっしゃるんです。はい、そうレジェンドです。レジェンドさん。その中に なぜかアイリスボンドを、ね、入れていただき、ね、そうそう両日ね。そうなんですよ。あとはうん、お世話になったアズアライアンスの兄貴もいらっしゃいますね。はい、あの28日の方で、ね、28日の方にいらっしゃいます。はい、結構お世話になった方がね、うん、はい、出てますので、はい、私もすごい楽しみ。あ、もちろん赤嶺シェフも、シェフもね、焼き鳥バンド で、ね、焼き鳥バンドで焼き鳥バンドのポスター貼ってあった時びっくりしちゃったねそうですね、ライブハウスに飲酒運転だねみたいなね、はい、ね、ポスターがね貼ってありましたね、はい、あ、こんなになんか沖縄では結構普通にタレントな感じなんだっていうね、めっちゃ有名な人なんだって思ったよね。そう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 、嬉しいですよね、はい、そんな方のね、うん、イベントにただただ沖縄が大好きという理由だけで出させていただいて、はいはい、2日間もね、そう、2日間もしかも、いや2日間出るのが、はい、28日と29日に2日間、うん、どっちも出るのがその赤嶺さんの焼き鳥バンドと、はい、喜納昇吉さん、レジェンド喜納昇吉さんと、はい、ヤースの兄貴と、はい、アイリスモンドだけなんです。東京からはアイリスモンドだけが、何の沖縄に何の縁もないアイリスモンドが2日間、はい、沖縄が本当に大好きってだけで2日間出させていただいてるんですよ。気持ちって大事ですね。いや大事大事、はい、好きって周りに言っていくって大事だなって思った。伝えることって大事です。そう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 、はい、だって好きだけで FM なんかやってるし、いや本当に、あとうちら沖縄に遊びに行った時に、うん、今度はライブで来たいって多分言ったんだよね。言って実現した、実現したんですよ。そう、だから言霊になるんですよ。本当言ってった方がいいし、はい、言ってた方がいいです、うん、言ってった方がいい。沖縄は大好き、はい、沖縄は大好き沖縄そば大好き、沖縄そば大好き、沖縄そばのなんか
アンバサダーみたいなのやりたい。アンバサダー。そばアンバサダー。そばアンバサダーやりたい。沖縄そばアンバサダーね。なんか天下一品はさ、杉蔵さんとかがやってるじゃん。はいはいはい、ああいうのやりたい。そばバサダーに。そばバサダー。言いにくい。沖縄そばバサダーに言いにくい。任命されたい。任命されたいですね。はい、でも結構いろんな沖縄そばもね、ね、食べたよね。したぐらい本当にね、うん、大好きで、はい。ただ大好きというだけで、ね、ぜひね、あの2日間。うん、3500円なんで投資チケットは。いや、そうですよ。だから28日に遊びに来て、はい、わ楽しいってなって、もう一回来たいってなって、ね、また次の日も来ると、はい、アイリスモンドにまた会えるっていう、はい、はい、すごい2日間連続で28も29も、はい、しかもビーチで会える。ビーチで会える、いいですね、はい、ビーチで会える、なかなかないですよ、うん、東京なんてね、東京でできないよ。そうですね、うん、東京はビーチがそもそもあんまりない、あんまり湘南そうですね、東京じゃないですもんね、東京じゃないから、神奈川ですからね。そうなんか、そのビーチでライブをするっていうのは初めてですよね。初めて、そもそも、そもそも、ね、砂浜どんな感じなんですかね、なんかね、皆さんもね、多分行ったことがある方もいらっしゃると思いますけれども、はい、なんか砂浜でステージが作られてるのかな。そうですね、多分砂浜の上に、うん、だからその跳ねるのにもさ、結構あのアリソンのジャンプする曲とかもあるんですけど、はいはい、砂浜で跳ねたらものすごい脚力のトレーニングになりそうですけどね。うちらはまあステージが設置されてるとしても、お客さんは多分砂じゃんね、砂で跳ねるのかな、みんな跳ねられるんですかね、まあ、でもビーチバレーとかもありますからね、きっと跳ねることはできると思いますけれども、もうそうですね、あと出演者がね、はい、海外からもたくさんね、いろんな地域のバンドさんが、ね、韓国、中国、香港、マカオ、台湾、いろんな地域からね、アーティストが、そのアーティストが来て2000円で見れますからね、はい、いやすごいですよ、なかなかないですよ、うん、その海外のアーティストも2000円で見られるっていうのは、ね、素晴らしいと思います、ね、なんかそれだけなんか主催者もその沖縄の人たちも音楽が好きで、なんか成り立ってるものなんだなって思いますね、海外と日本をつなげていきたいっていう気持ちがね、こちらももちろんありますし、こちらも行きたいよね、海外、そうですね、言ってこ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 、はい、これもね、実現できたからね、沖縄でライブをしたいですって言い続けたらできた、うん、できたから、そうで、沖縄大好きって言い続けて2日間もね出させていただいていや、そう本当に贅沢、そう、海外行きたい、海外行きたいってずっと言ってれば ね、はい、ね、いつかは行けると信じて言っていきましょう、はい、言っていきましょう、これから先も、はい、沖縄でライブもね、またしたいので、うん、10月28日以降ね、決まってないですからね、そうですね、そうそうそう、はい、また決まるように、決まるように年内もう一回ライブしたいって言っていきましょう、次の沖縄 で、ね、次のこの、はい、あのゆいゆいゆいまるの収録には、はい、沖縄ライブ決まりましたって言いたいですね、言いたいですね、本当に、はい、で沖縄の人、うん、わざわざね、東京から沖縄に発信してるわけですから、うん、はい、私たちもそういう沖縄でのね、そうですね、何かがあったら、はい、あと、まあ、日々沖縄のことをちょっと学びつつ、そうですね、そうですね、最近学んだこととか、最近学んだこと、沖縄のことで、わあ、学んだこと、学んだこと学んだことはないんですけど、ないっていうか、はいはい、あれなんですけど、はいはいはい、スーパー行くと、はいはい、なんかライフとか、はいはい、ちょっとなんだろう、いいやつが売ってるスーパー行くと、はいはい、G1 ミー豆腐が結構いろんな種類売ってるの、成城石井とかね、そう、はいはい、だからそれを結構 3,4 種類ぐらい買って、はい、食べ比べをしてます。え、G1 ミー豆腐すごい好きじゃないですか、はい、あの空港で何種類も G1 ミー豆腐を買って帰るぐらい本当に好きで、好きなんです、スーパーサッカーギターのから、ジマミアンバサダーもやりたい欲張り欲張りですね、ジマミ豆腐ね、マジでジマミ豆腐アンバサダー贅沢ですね、贅沢です、沖縄そのどっちが好きなんですか、はい、実際は、うわうわ選べない選べないすいません、なんか酷な質問をしちゃいましたけど、まあ、でもそう、手軽さというか持ち帰れるとか、お土産で買って帰れるだと、うんうん、やっぱジマミ豆腐の方が手軽さがあっていいですね、好きですね、はい、そばはね、ちょっと箱とかになってて、ね、あと作んなきゃね、茹でるのがめんどくさい、茹でるのがめんどくさい、はい、ということで、はい、アイリスモンド、また次の曲をね、聴いていただきたいんですけど、はい、結構ね、いい、結構ローテンポでチルな曲なんですよ ね、 歌詞がね、アイリスモンドとは珍しい、うん、注目する部分があって、歌詞もね、はい、あの歌詞にサイゼリア日高屋一番館っていう歌詞が出てくるんですけど一つも沖縄にないっていう、そう、沖縄で
このブルーサマーエンド披露した時に言われたんだよね。言われた、一つもないって一番感に至っては何ですかそれってだから幻フェスでやる時はエンダーとか、そうですね、そうですね、エンダーとかね、エンダーとかなんか沖縄にしかない、何ですかね、なんでジョイじゃなくて、なんかハンバーガー、ゴーヤハンバーガーとかがあるヌイヤルバーガーですよね、ヌイヤルバーガーがある、ジョイだっけ、うん、ジョイダメだろそれは繊細のそうですね、なんかあの最前でも日高屋も一番感がないということで、はい、ここはなんか替え歌をね、替え歌をちょっと考えていきましょう、ね、アレンジしてね、アレンジして沖縄バージョンにしていけたらと思いますので、はい、それではお楽しみに、はい、お楽しみに、まあ百聞は一見にしかずなのでぜひ、はい、あの聞いてください、はい、一見ではなかったですね見ればしないですね、すいません、はい、聞いてくださいぜひ、はい、それではアイリスモンドでブルーサマーエンド、
オールナイトレキオス、アイリスモンドのハイサイ、ゆいゆいゆいまる。はい、ブルー様エンドを聞いていただきました。ありがとうございました。はい、ということで、さっきお話ししてたね、はい、沖縄にしかないチェーン店ちゃんとハモれましたね、はいはい、チェーン店、はい、ね、ちょっとね、いくつか挙げて、うん、私たち去年10月に沖縄にツアーに行った時に、うん、ブルーシールアイツツアーって言いました。アイツなんでアイツかというと、うん、はい、私が酔っ払った時にですね、スーと言えず、そう、くるみ酔っ払い語、そうですね、くるみ酔っ払い語録ですね、そうそうそう、はいはい、ありますね、はい、それの一つも一つになりました、うん、はいはい、ふざけすぎて大人からの評判良くなかった、良くなかったふざけすぎました、そうですね、はい、次はね、はい、ちゃんと練って、はい、はい、ということで、さっき替え歌をこのブルサマエンドをね、はい、聞いていただいてる間に替え歌を考えましたはい、さっき、はい、本家は、うん、サイゼリア日高屋一番館価値観っていう風になってます、メロディーがね、はい、そしていきますよ、沖縄バージョン、沖縄バージョン聞いてください、はい、キングタコスドンデイブルシルアイス食べたい食べたいいいですね、わかりました、めっちゃいい、ママルシフェスでやろう、これやりましょうやりましょうキングタコスはね、この間宜野湾でライブした時に、うん、はい、ね、ヒューマンステージでライブした時に近くにあるんですよね、うん、キングタコスが、沖縄の現地の人キンタコって言ってますね、うん、はい、キンタコキンタコって美味しいよね、めちゃくちゃ美味しかったですね、うん、ボリュームがすごいね、発祥なんですかね、確か、うん、なんかキムキ、タコライスの発祥かなんかだった気がするんですね、はい、うん、そこのそうそうそう、でなんか、はい、肉タコスミートと野菜とチーズを乗せたのが、うん、あれ、タコライスで調べる、タコライスで頼むと肉味噌しかないんですよね、肉味噌っていう言わないね、タコスミートしかなくて、はい、野菜チーズみたいなことを言わないとね、はい、頼めないんですけど、なんかそれも、なかなか東京ではないですよね、うん、タコライスって言ったらもう野菜と全部入ってるので、うん、心がハマりましたね、サイゼリアとキングタコス、はい、そうですね、チュラーサマーエンドってきた、確かにチュラサマーエンドですね、美しい、美しい、はい、夏の終わりで、はい、ドンテイはさ、うん、私たちも行って行ったね、そうでも、うん、飲み会の最後に朝方に行って、めっちゃ酔っ払って、そうです、私なんか、うん、ドンテイスペシャルみたいに頼んで一口しか食べないで全部違う人に食わせて、すごいカツカレーとラーメンみたいなすごいでかいやつ、覚えてないもんね、多分その時覚えてないですね、記憶がね、寝て、うん、なんかそのドンテイ行った記憶がほぼなくて、で次の日にいただいた写真で、うん、ドンテイの椅子で座って寝てるっていう写真を見て行ったんだみたいな、そうそうそう、で一生懸命思い出して、そういえばなんか赤っぽい椅子に座ったなみたいなそうそうそうっていう、いいお店でした、そうですね、ブルシルアイリスはあれですよね、うん、今本店が改装中で、ああそうだね、そうそうそう、確かに私たち去年の10月ギリギリね本店行った時まだあったんですけど、頑張ってください、はい、本店改装、はい、ブルーシルアイスまた行きたいね、はい、本店ね、いやめちゃくちゃ美味しかったですよね、うん、作る体験とかもあるもんね、うんうん、作る体験とかもあって、もう次作ると体験したいですよね、しましょう、子供しかいなさそうですけどね、子供ですよ子供ですか、はい、よかったです、気持ちはね、気持ちは万博ですから、はい、そしてね、はい、アイリスモンドの SNS についてね、はい、ちょっとお話しさせていただきたいんですけども、はい、あれそう、かなり SNS やってますよね、そうほぼやってますね、はい、まずね、うん、まあ、ツイッター、まあ、旧ツイッターですね、はい、現在 X という名前でやってる、はいはい、もちろんありますし、アカウントありますし、はい、インスタグラムやってますね、はい、YouTube やってます、はい、あとは LINE 公式 LINE もね、公式 LINE もあります、はい、ライブの情報とかね、はい、ぜひ、見れますので、はい、Facebook 海外向けに Facebook と、はい、あと Weibo ですね、中国の SNS、はい、Weibo もやっております、はい、あと TikTok もね、はい、最近ね始めました、はい、TikTok を TikTok、 そう、
TikTok ね、結構頑張ってますよね。ね、頑張ってますね。はい、ほぼ毎日投稿してます、うんうんうん、TikTok は。あとインスタグラムのリールはちょっとほぼ毎日頑張って投稿してます。やっぱ曲をとか知るのって、うん、まあ、うん、耳から知りますけど、やっぱ目でライブを、うん、どんなライブをしてるんだろうって知るってすごい大事だと思うんですよ、うん、そう、気になるだろうし、ね、入れてる。そうですね、歌詞もね、うん、視覚化していただいてますので、うん、はい、ぜひ、動画はねスーパーサッタンが担当してるんですけど、はい、すごくかっこいい動画の編集もね、そうなんです、していただいておりまして、はい、ライブ映像がねかっこいいから、うちらのライブがかっこいいから、あ、そうですね、はい、そう、かっこいいライブ映像に、はい、またさらにかっこいいね、はい、編集もされてますのでね、はい、よかったら TikTok や Instagram で動画見てみてください、はい、よろしくお願いします、はい、そして、あ、アイリスモンドファンクラブもねやってます、はい、ファニコンっていうね、はい、サイトでファンクラブをやってます、はい、しかもね、沖縄のね会員の方がすでに3人いるの。そうなんですよ、もう増やしすぎて行っていったら好きになってくれて、両思いなんですね、嬉しいですよね、沖縄の方と。そうそうそうなんです、もっと増やしていきたい、両思いを。沖縄支部もねもっと増やしていきたいので、はい、月額300円ですね、300円です、はい、ペットボトル2本分です、はいはい、安いんですよ、はい、結構コンテンツも盛りだくさんですね。そう、毎週ブログが2回更新されたりとか、うん、そうそう、動画なんか配信が見れたりとか、そうそうそう、デモについてね、はい、未公開音源についてとか話してたりとかね、うんうん、いろいろアイリスモンド好きにはたまらねえ場所になってますので、はい、よかったらファンクラブもねぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。そして、はい、あとあれですね、このお便り、そうですね、ラジオのお便りやご質問もね、はい、常に受け付けております、はい、info@irismond.tokyo ですね、でアルファベット info@irismond.tokyo ですね、はい、はい、こちらにメールを送りいただければ何にでも答えます。何にでも答えます、何にでも答えます、はい、あと沖縄の豆知識とかで、そうですね、いただきたいですね、はい、沖縄県民の方の好きな食べ物とかね、あ、聞きたいですね、そうそうそう、聞きたいので、自分こんなの好きですとか、はい、東京にありますかとか、もう本当何でもいいので、うん、よかったです、はい、ラジオとかでもいいです、あ、感想欲しいですね、はい、感想欲しいので、ぜひね、はい、こちらにどしどしお送りいただけたら嬉しいです、お願いします、よろしくお願いします、はい、はい、それで は, それでは今夜もね、今夜も聞いていただいてありがとうございました、はい、ありがとうございました。大好きな沖縄、うん、那覇で、FM 那覇で流していただけるの本当にね、ね、毎月毎月好きな気持ちがもっと伝わればいいですね、そうですね、はい、行っていきましょう、はい、大好きです、はい、大好きです今夜も大好きです、はい、最後にはい、ありがとうございました。オールナイトレキオスでアイリスモンドのハイサイユイユイユイマールでした。来週もよろしくお願いします。またねI'm gonna go eat them, eat them.